国際連合人道問題調整事務所は国際連合災害救済調整官事務所及び国際連合人道問題局を母体とし1992年に国際連合総会決議46-182によって設立された国際連合事務局の一つ一般的には国連人道問題調整事務所あるいは略称である OCHA と呼ばれている 本部はニューヨーク及びジュネーブ。OCHA は様々な自然災害、紛争災害の場で人道援助活動を効果的に行えるようにするために他の国連、国際機関や政府と協力して調整するのが主な役割である。アジア、アフリカ、ヨーロッパ、ラテンアメリカなど世界35カ国以上に2000人弱のスタッフを抱えている。1999年、 日本では神戸のハット神戸の風健康開発総合研究センターのある国際健康開発センタービルに最初のスタッフを送り2002年に正式に OCHA 神戸と呼ばれる災害情報発信部門のアジアハブとしての機能は2011年末にタイのバンコクに移転ありがとうございます